新日本プロレスのストロング女子王座を保持する、スターダム、のジュリア、29、が、V3 戦、3日、広島産プラザホール、で迎え撃つ、プロミネンス、セラリサ、31、に異例の要請だ。写真、ジュリアがセラリサに戦列ビンタ二人は同じアイスリボン出身。2017年のデビュー当時、ジュリアの練習を見てくれたのがセラだった。試合前に、 今日の試合の目標を三つ作ろうって言われて。試合後、できなかったですって言うと、次、頑張ろう。って声をかけてくれたことが忘れられないし、今も大事な試合では実践してると振り返る。憧れの先輩だったが、セラが19年に結婚したのを機に印象がガラリと変わったという。結婚してから、何歳になったら辞めるとか引退を匂わす発言をしたり、 鈴木、鈴を育てるのに専念する姿を見せてて。終わりを決めてる人を目標にできないから、情けない人だなって、そのため昨年、プロミネンス勢がスターダムに殴り込みに来た時も、セラの存在は視界に入らなかった。ところが今年6月、状況はまたも一変。セラが離婚を発表したことで、一気に対戦意欲が高まったという。離婚もしたし、鈴もプロミネンスを抜けた。 今の彼女は守るものが何もなくて、プロレスをやるしかない状況。だから私が若手の頃感じてた、かっこいいセラリサになったんじゃないかな、と、シングル王座戦では初となる一騎打ちに期待を膨らませる。一歩引いたセラリサなんていらない。だからもう、二度と嫁には行かないでくれ。今のセラリサと戦えるの、楽しみにしてるよ。先輩に進化した姿を見せつける。